まあまあ。まあまあ、ココアちゃん、コタロは今部屋にいるの？この部屋にはいません。あっちにいます。リビングかな。リビングにおります。コタロくん、連れてきてもいいかな。コタロ私の部屋嫌いなんですよ。だからお兄ちゃんの部屋がすっごく好きらしくて、カーテンの裏とかお兄ちゃんのベッドの上とか、なんか前はね結構ベッドの下に隠れてたんですよ、小太郎も。そう、なんかこの部屋はあんま好きじゃないですけど、兄ちゃんの部屋が好きらしいです。多分なんだろうね、多分暖かいんだよね。なんか多分部屋的にあの窓が日が当たるので、日が当たるから、おっこいせ。猫、猫ひなたぼこ、やっぱそうだよね。私の部屋ね、全くひなた日が当たんないから、多分好きじゃないんだと思われます。今日今日めっちゃなんか目がむくんでたからさ、嫌だったんだけど、まあ、夕方になったら落ち着いた。そう、なんでだろうね。なんかね、日がね、あの当たりにくいんです。そうだから、私の部屋はねすぐ泣き出すんですよ。ドアの前に立ってにゃーんって泣いて、悲しい。お兄ちゃんの部屋はね、ま、あのそうなんです。カラコンしない。私目にコンタクト入れたことないんですよ。そう、目にコンタクト入れたことなくて、一生入れないと思うけどさ、カラコン
目はいい、目はいいです。でもなんか右目が全然見えなくて、こっちだから、あの右目は全然見えないです。もうなんか今無、あのなんか今私の部屋、私の目の前に無印の紙袋があるんですよ。無印良品って書いた紙袋が、こっち右目閉じた、もうめっちゃぼやぼや。そう、そう、右が全然見えなくて、マジで何も見えない。右は視力が 0.5 以下です。 0.2 とか。なんか今年やった視力検査、あ、去年かな、去年やった視力検査か今年か忘れたけど、 B だったんですね。右が B で、右がね B で、右が B で左目が A って言われたんですね。けどなんか適当に答えちゃって、多分分かんないやつって適当に答えるんじゃなくて、多分本当に分かんないですって言った方が正確なのも出るじゃないですか。1年生の頃はね、それあの結構真面目にあの答えたんですね。分かんないとか分かりませんって素直に。そしてでも分かんないとか分かりませんって真面目に答えたら A と D とかね。去年はね真面目に答えなかったです。今年だっけ、去年か今年か忘れちゃったけど、真面目にしなかった。そう適当に、あーんーどっちかな、あーじゃあ右でみたいな感じで。A と D、 なんかさママにさ、なんか私視力が A と D でみたいなって前言ったら、あのみんなそれじゃ分かんないから A と D とかって言われて、私は逆に A と D の時代し生きてるわけだからさ、そう A が私でも目、こっちの目が 1.2、 こっちの目が 0.2 とか、多分そのくらい 1差が1つ下がる。そうでもさ、もう今の時代は A と ABCD で分けるんですね。でみんな分かんないかもしれないじゃんって言われて、でも私も分かんない、その何点なんとかさ、測って正確なの測ったことないから別に。でもなんか前からねあるんですよ、視力に差は。ちょっと前ぐらい、中1の頃かだわ。そう中1の頃にはもうすでに結構右側だけ全然目が悪くてっていう感じでした。今 ABCD で分けられる。でもね、私も一回なんかやっぱさ、なんだろう、病院行ったんですよ、眼科に。でも見えるなら別に、なんかさ結構真面目に片方だけコンタクトした方がいいのかなとか思うわけじゃないですか。そうあの真面目に、ね、片目だけコンタクトしなきゃいけないのかなとか思ってたけど、なんかあれだった、しなくていいって言われた。なんか見えるならしなくてもいいよみたいな。そう見えるなら別にしなくていいって言われて、そのしなくていいよって言われたから、そう しなかった結局。
メガネを持ってない。それが私なんか、まあ私の兄ちゃんもなんですけど、目がまあわりかしいい方だから、目にかかる費用はないです。そう、右目は悪い。なんかさ、なんだっけ、その、あの私も服をさ、秋服買いたいのね、そろそろ。で通販とか見るじゃないですか。なんかちょっと可愛いなって思うけど、なんか可愛いなって思う、あのあって、それ欲しいんですけど、なんかまああんま着ないんだろうなって思うけどさ、だからさ、まあ同じ服持つよりかはいいかと思って。でもお母さんにさ、お母さんに結構なんか同じ服ばっか持ってるから、あのやめなさいって言われるのね。お母さんに、あのそうそうそうお母さんに、え、あんたこ、あなた、あ、なんて言ったっけ、ここは前もこういうの持ってたでしょって言われて、前もこういうの持ってたじゃんって言われて、買って結局着てないじゃんみたいな、前もこんなの持ってたじゃんって、そう、似てるの多いになる、言われるの。だから逆に持ってないような服買おうとしたら、あんた絶対これ着ないでしょとか言われて、私はもうどうすればいいのか分かんなくて、それに着なかったらまああげればいいしね、誰かに、未来の後輩とか。そう、着ないよとか言われて、そう、だからちょっと、でも買いたいから、でも服って永遠と買いたくなる。でもなんか私が前買おうって思ってた服を、なんかあの、あ、400何日だって、なんかグッチと電話してて、あの私なんか服買おうとしてるんだよねみたいな、なんか買う店、なんか通販サイト店が一緒なんですね、グッチと私、まあ大体買う店が一緒だから、買う店が一緒だから、今まで2個ぐらい被ってるんですよ服が。で私が、あ、これ買おうって思ってた服がまた、え、なんかグッチがこの電話してて、こんな服買おうか迷ってるって言われて、え、私もこの前買ったよみたいな言われて、え、どれ買ったんって言ったら、私が買おうか迷ってたやつを買ってて、でもグッチはもう買ってるからちょっと気まずいじゃん。あ、違う、私グッチと同じ服3つあるわ。なんかそう、なんかちょっと真似したみたいな気持ちになるから、どうしようと思って、なんか色が3色展開で、グッチはピンクを買ってたんですね、そのニットなんだけど、で私は水色を買おうとしてるんですよ。でも、え、でもね、ワンピースもね、この前ね、 お揃い買った、なんかお揃いというか、たまたま2人とも欲しくてみたいな感じで買いました。一生だから、あの
ニットの半袖ワンピースみたいな感じなのね。ニットの半袖ワンピースだから多分 今のうちジャンキーなの。まだ一回も着たことなかったし、なんかニットも届いた時が結構暑い時だったから着る時なくて全然。そうやっと着れる季節。でなんかお買い物行くとかがないからなかなか遊び行く時なくてさ、なんかカフェとかに行く時にさ、カフェに行く時とかにやっぱ可愛く着たいなって思うかな。服欲しいんですよね。でもさ、な着る機会って意外とないじゃん。だからやっぱそのた遊び行ったらやっぱ服も消化できるしね、ちゃんと遊び行こう。なんかさカフェとかもいいけどさ、なんかさコスパの良い遊びってできないのかなと思って、なんかコスパの良い遊びしたくない、お金あんま使わない感じの遊び。やっぱでもさ、かといって映える公園とかない、公園さ、映える公園とかないからさ、服の着どころがなくて。映える公園が欲しい。カラオケでもカラオケ結局さ、なんかあれじゃ歌うだけじゃない、ドリンクとかさご飯とかも頼んだらさ、そんなに、私あんまカラオケ行かないけど、なんかあんまお金使わずに写真が撮れるような遊び、せっかくさ化粧とかして可愛い服着たらやっぱなんか写真撮らないともったいなくて、私的に結構なんかコスパの良い遊びコスパの良い遊びをなんか、ここの周辺はなんか、ここの周辺はなんかあのめっちゃ映えスポットみたいなのあるよみたいな、なんかないかな、あ確かに冬イルミネーションね、いいわ。秋だったらさ、なんかどっかの公園、なんか木の紅葉的な、なんかカフェ行こうって言っても嫌がるんですよ、なんか悲しい。桃地浜ね、桃地浜って何があるの？遊び行きたいな。でも内浜とかさ、なんかあれじゃない、なんか夏って感じじゃない、なんかもう季節過ぎた気がする。ねえ、ってなるとやっぱもうカフェしかないんですよ、私の行く場所は。カフェしかない。でもさ、もうさ9月は無理じゃん、別に遊び行く暇ないし、10月はわりかしあれだけど、土日とか別に空いてないから。
そう、でもコスパのいい遊びがしたいじゃん。なんかコスパのいい遊びっていうか、なんかパフェも美味しいけど、なんかやっぱ金欠の子とかいるから、普通に金欠の子とかいるじゃん。だからそういう子のためにコスパのいい遊び調べよう。コスパのいい遊び写真が撮りたいで、私はこうスーパーの、なんか友達、その最近学校の友達と遊ぶ時でもメイクするんですね。相手は多分すっぴんだからしなくてもいいんだけど、なんかもうメイクを覚えちゃったから、なんか外に行く時はメイクしたいなって気持ちになるんですね。あ、夜景とかよくない？夜景が綺麗なところ知りません？お母さんに連れてってもらって夜景まで、誰かと一緒に。無料の動物園とかあるんだ。でも水族館行きたいねって言ってる。夜景いいね。でも夜景とかそれこそイルミネーションだよね。でもなんか今写真のためだけ結構あるんですね。だから今すぐに行ったほどでもないけど、そう、私結構下書きあるんですよ今。カフェ行った時のやつが、カフェもね 3,4 回ぐらい行ったのがまだ溜まってるし、昨日ねスタバ行ったのし、その時にちょっとだけ、でもレッスン着で撮っちゃったからさ、あんま映えてないけど、まあ、映えは気にしないよね。そう、レッスン着のすっぴんだからさ、別にちょっと加工に頼っちゃった。ドキュメンタリーの時、そう、私あの合宿だからなんかカメラが入るってのは知ってたんですよ普通に。そう、聞いてほしい。私ね合宿カメラ入ること知ってたけど、そうカメラが入るってことは知ってたのね。なんかカメラ入りますって連絡来てたから。でまあ普段のレッスンとかも別にみんなすっぴんで来るから、まあリップ塗ったりとか、でもそんながっつりメイクしないじゃん。だから、まあ、しなくていいかと思って、なんかさ、しかもなんかレッスンだからやっぱすっぴんの方が味あるかなとか思って、私メイク道具一切持たずに、メイク道具一切持たずにメイクもしていかずに合宿に向かったんですね。そしたら結構みんな結構知ってて、メイクをそう結構してたから、えっ、ー、って思って、やばい私だけやんしてないのって感じで、そう私は別にいらないかなって思ったのね。まあ荷物重なるし別にいらないかと思って持っていかなかったら、なんか結構みんなしてて、そうやっぱさちょっとすっぴんの方がさ味あるから、味あるからやっぱなんかちょっと味ある感じしない、なんか顔ね。だからあしないで行ったら結構みんなしてて、
そしたらなんか恥ずかしいじゃん、一人だけしてないの。別にさ、なんかもうしかもみんなもさ、別にナチュラルのメイクだからさ、なんか化粧してしてないとか別に分かんないじゃん。この子が化粧してる、この化粧してないとかなんか分かんないから、多分だから私本当になんかさ、ちょっと面白いよね。みんな結構してて、やばいと思って、合宿の最終日は審査があったから、どうしようって思って、だからちょっとコンシーラーだけ塗った。リップも塗ればよかったけど、コンシーラーだけ塗って終わりました。そうね、みんながさメイクしてると思わなくてさ、みんながメイクしてると思わんかったけん、そうちょっとなけなしのコンシーラーをココッペに借りて、本当にさちょっと気まずいというか、なんかいやみんな知ってるんだって、なんかヒーローとかと話してた時はなんか自分のモチベ上げるためにメイクしていくって言ってて、でもなんかさすがにそんなしないかなと思ってたんですよね。お姉さん組はして、子供はしないかなと思ってた。なんか意外とみんなしてたからちょっとびっくりしちゃって、そうだから何でしたっけ、でもそうすっぴんで言ったって話。そうでもなんかネモハモがあるみたいな、なんかわかんないけど、あのさドキュメンタリーみたいな、ネモハモじゃないみたいな感じで言ってる方いるけど、別に瀬戸に入ってるかどうかは別だからねそう別だから、瀬戸に入ってるかどうかっていうのはわかんないな、審査のための楽曲だったのかもしれないしね。そうだからそこは普通に見せてよね、確かに。分かんないじゃん、本当にセトリに入ってるかはまた別だし、
でもさ、なんかさ思うの、やっぱさ初日だからさ、ウォーみたいな、なんか意外な楽器来たらウォーとかなるのかなとか思って。ここで終わろうかな。終わります。ね、もう3日後だよ。ね、大変だね。大変だね。楽しみだね。じゃあ終わります。13位、秋田さんありがとうございます。12位、大さんありがとうございます。11位、デートナシックスさんありがとうございます。10位、田中さん、田中さんありがとうございます。9位、HKT 超絶おじさんありがとうございます。8位、ゲントルさんありがとうございます。7位、マー君さんありがとうございます。6位、ミルンクラゲさんありがとうございます。5位、オスさんありがとうございます。4位、サイニャンさんありがとうございます。3位、ケイキットさんありがとうございます。2位、アオイちゃんさんありがとうございます。1位、ポンポン丸さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。さよなら。さよなら。また明日。でもちょっと初日までもう時間ないから、ショールームがね多分できないから。ありがとうございます。